や、そのぐらい。でもその時にどれぐらい消えるかいうね、もうデータがあるんですよ。それ知ってる人と知らない人全然違いますね。ちょっと今診断してるんで、はい、さっきも話してたんですけど、はい、その14本の中でね、その特性の違うクラブが混じってるとね、うんうん、それ持った時にすぐ密書としたり OB したりするんで、うんうんうん、まあ、そういうものがないかどうかを診断で、うん、診断まだ見せていただいてアドバイスさせてもらおうかなと思います。はい、とりあえず14本の今クラブを診断していただいてると。そうです。ということで、ね、あちらで、はい、1本ずつ、まあ、しゅうちゃん百切れへの道のお願いします今日はクラブを見ていただいて、はい、それで後でパターンも。でパターは、はい、まあ、ヤードスティックとしては、その外量式パッティング法というね、打ち方のセミナーをやってるんですけど、うん、それはロングパットの距離感を安定させるための理論ですね、うんうんうん、もちろんそれに基づく実際打ち方もね、はい、合わせてやりますけども、うん、それとあとパターフィッティングというのがありまして、はいはい、それは正しい目標に向けて打てるようにするための構えがちゃんとできてるかどうかのチェックですね、うんうんうん、はい、でそれできてないのが、うん、そのパターの長さの調整がされてないとか、うん、そういうことがね原因するが多いんで、はい、まあ、カットするとかね、はい、そういうことが必要であれば、うん、まあ、それもやりましょうと。あと内角調整とかね、はい、で今の感じだったらその振り応えが、はい、ひょっとして軽すぎるんちゃうかということであればね、うんうん、まあ、それも調整ですね。うん、そしたら今日はクラブ診断をしていただいてセミナーを受けて、はい、構え等のフィッティングをしていただくという形で百切りができるね、はい、スイング自体は全然もう百切りの感じなんですよね、はい、もうポテンシャルもありますし、ああ、はい、もう動画拝見してますから、なんで100叩くのそうなんですよ感じを受けてます。あ、それ根本的になんかこう専門家から見てなんかどこがみたいなとこありますかね、しゅうちゃんの動画を見た中で。まあ今日の話じゃない、なくてね、うん、まあ、今日の話のところでただ パッと数とかやったらね詰めれると思うんですけど、まあ、YouTube とかを私拝見してる限りで言うとね、やっぱラウンド術ってあるんですよ。要するに100を切るためのラウンド術、うん、そういうものがあります。うん、それ何やん言ったら、結局各ホールホールでどこに向かって何で打つかという、そういうクラブ選択とかのピースです。例えば220ヤードより超えたら左がいい結果ガッとありますよと言った時に、その人のねドライバーの平均距離が240とか50あったとしましょうか。そしたら芯食って左行ったら絶対息入るじゃないですか、うん、でそういう時は例えば絶対届かないクラブを選択するとか、うん、そういうラウンド打つって言うんですけど、マネジメントですね。そうそうそう、それも必要ですよ。ああ、そうです。特にその飛距離のポテンシャルの高い人ほど余計言えますよ。なるほど。真空でも200ヤードしか飛べへん人はね、ね、フェアウェイいっぱいで行けます。飛べへんわけか。言ってもらったらいいですけど、うん、もし届く可能性があるところは、そういうことも必要かな。もちろん左右にバンカーって、絶対バンカーに入れへんだけの制御力を持ってたらドライバーでっていいんですけどね。うん、いやいやいや、バンカーは超えるけど結構曲がって入れてますわいうことだよね。なるほど。まあ、絶対入らない番手を選ぶとか、どっちが安全サイドとか、2段目が打ちやすいフラットセーバー、左半分なのか右半分なのか、右こうなってますよねとかいうことやったらね、左半分ドッグレグしてるとドッグレグで分かるんですけど、左曲がってるとこやったらどうせもショートカットしたいからね、うん、左の隅狙う人とかも多いですやん、100キロの人。でもそれやるともしちょっとでも捕まりすぎて左とはもう OB ですやん、谷底をしてる、うん、だから逆左に取れたら逆に右に打つとかね、そういうラウンドマネージメントやな、ラウンド術、うん、いきますか。いきます。いやそれ、いや考えんと、ただナイスショットを狙ってそれは多分難しい、なかなかいかない、難しい、うん。実はね、私の個人的なことを言うとね、ええ、私がね、サラリーマンやった時だいたい102とか3、ほうほう、まあ、打っても105で、なかなか100切れん時期があったんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、サラリーマンの時、はい、ゴルフ業界入る前、はい、ほんでね、なんでかなと思ってね、まあレッスン受けたら消えるんかなとは思わんくて、うんうん、まあ、たまたま
アルイサズの本を読んで、はいはいはい、でそれがね、今回の百ゲリへの道はここまでです。次回もゴルフコンドル TV よろしくお願いをいたします。チャンネル登録もお願いします。